続いては三島南高校の前田銀次選手。昨日プロ野球楽天イーグルスの新入団選手の発表会見で意気込みを語りました。すごい似合ってて、なんか馴染んでるなみたいな感じでした。自らのユニフォーム姿を高評価した前田選手。10月のドラフト会議で楽天から3位で指名され、契約金5000万円、年俸550万円で入団に合意していました。会見で前田選手は、新人の中で自分が一番下という意識で練習に励みたいと決意を語りました。長打力をつけていくということがこれから課題になるなり、また自分のアピールポイントになるんじゃないかなっていうのを思います。背番号は36に決定。前田選手は来年1月の新人合同自主トレに参加する予定です。